狐一号さんワドニーしたら潮吹き岸田。常二号さん、私も昨日はドニーした。狐三号さん、うれちっぞ。153M 次回客して。狐1号さんもっこり見せて。狐2号さん指で。狐三号さんをミンミン。狐一号さん、私は電話。狐四号さん、死にたい。狐五号さん、棒読み消して。狐二号さん、ワドニーは世界を救う。狐一号さん、クチュクチュして。狐六号さん、そういえば彼女最近いないね。
キツネ7号さんはドツ。キツネ8号さんがから。キツネ8号さんから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 。キツネ9号さんあらまそんならたいで、キツネ10号さんをおやせた。やすと？やすてきたかな？キツネ11号さん鳥の声がする。キツネ12号さんへ、キツネで閲覧数20人だいってわら。キツネ10号さんお腹が全然違う、まあ、キツネ8号さん面白い顔してんな、キツネ2号さんアンニュイな感じ好き。アンニュイってなんだろう。アンニュイって何。キツネ2号さん気だるい感じ。キツネ6号さんは、ドウさんの話し方大好き大好き。キツネ8号さんお何個壊れる。キツネ13号さん部屋臭そう。アンニュイって何だ。聞いたことないな。キツネ11号さんユイと、カズミチの寄り目が似てる。キツネ13号さんたまには布団干せよ。いや洗いたいんだよね布団。枕も新しいの欲しい。ご飯。キツネ3号さんすいません、お乳を吸わせていただいていいですか。キツネ12号さんアンニュイ退屈。倦怠倦怠。フランス N 矢印だってさ。キツネ9号さん胸あるわね。キツネ14号さん今日のロードワークは終わりましたか。キツネ13号さんおつぱい出てきたな。キツネ11号さん A カップ。キツネ15号さんおはようは同監督。キツネ16号さん小汚いな。キツネ13号さんいや B カップあるな。キツネ2号さん男性で隠れブラジャーいるみたいよね。キツネ11号さん米印和道は女のバストのサイズには関わりません。キツネ6号さん最近彼女来てないね、なんで。キツネ17号さん監督ってデビュー作は何ですか。キツネ2号さん便器壊れてるから彼女来ない。キツネ10号さん2日前に来てたよのんちゃん。キツネ11号さん何の取り替えっての。キツネ13号さんネットで和道裸って検索したらクソ笑った。
キツネ3号さんすいません、うっちな目で見てもいいですか。キツネ8号さんおまんこ壊れるスープ。キツネ18号さんはどうです。うーわらわらわら。キツネ11号さんゲイがエロい目で見ています。キツネ2号さんいつかはドさんとオフパコするのが夢です。キツネ17号さんここのリスナーさん、この方のデビュー作のタイトル教えてください。キツネ18号さんハードゲイ。キツネ8号さんうんち。キツネ11号さん俺もいつか和道とオフパコするのが夢だよ。キツネ19号さんお前狙われてるよ。キツネ10号さん映画のデビュー作なら今制作中ですよ。キツネ20号さんはどつ。キツネ8号さんゲロうんこ茶漬け。キツネ17号さん作成中了解です。ありがとうございます。キツネ21号さんこの前のんちゃんがニュース枠でめっちゃ米してたのは笑った。キツネ11号さんニュース枠でキラ米してたな W。キツネ22号さんザクロに似てるな。キツネ21号さんいやアンチコメやろわら。キツネ2号さん浮気だ。キツネ11号さんアンチコメじゃないからわろたよ W。 キツネ21号さんまたあの2人合わせたいわわら。キツネ13号さん和道こっち向いて。キツネ3号さん陣痛は気持ち悪い、和道は可愛い。キツネ23号さんかっこいいですね。キツネ13号さんスクショいただきました。キツネ1号さん和道シルバーいつやる。キツネ11号さんより目アップにしてくれよ。キツネ22号さん父はでっかちゃんやな。キツネ21号さんバスルームの前で寝てるの。キツネ13号さんその体型でおつぱい出てるの早ばいよ。キツネ24号さん便所が和道の試合なんてどうでもいいんだよ。早く終わってくれないと俺が出れないだろ。キツネ2号さんはドさんかっこいい。キツネ1号さんおつぱい出てる。キツネ11号さん便所が便座のこと気にしてたぞ。キツネ13号さん花火以外に応援できる方法ありますか。花火は半分持って枯れるのが嫌で。キツネ25号さんワドさんかわいい。キツネ11号さん WWWW。 キツネ6号さん乳首大きい。キツネ2号さんわら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 。キツネ6号さんわらわらわら。キツネ26号さんどしたの。
キツネ11号さん、これが彼女が来ない理由だな。 W キツネ27号さん、今日すぎ。キツネ14号さん、それは大家の負担だろ。キツネ20号さん、普通に考えて初めから運営に花火半分は嫌です。キツネ11号さん、さっさと市販のやつつけろよ。キツネ26号さん、何匹いるの。キツネ10号さん、裸鳥おじさん。キツネ28号さん、ウォシュレットないと変わら。キツネ6号さん、ワドさん疲れてる。キツネ29号さん、彼女ほか枠でよく見る。キツネ30号さん、ワドさん久々見ました。引っ越したんですか。キツネ25号さん、鳥たまんない。キツネ11号さん、鳥は可愛いな。キツネ31号さん、風の谷のワドウじゃん。キツネ26号さん、喋る。キツネ21号さん、でも一人暮らしだし配信者だし十分じゃない。キツネ32号さん、焼き鳥にしよう。キツネ1号さん、焼き鳥にしよう。キツネ11号さん、仲いいな。キツネ3号さん、ああすごい、和道すごい、シコ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 。キツネ21号さん、するなわら。キツネ26号さん、かわいい。キツネ21号さん、感じる。キツネ1号さん、 M 字開脚して。キツネ27号さん、こんな狭い部屋は嫌だわ。人間の住む場所じゃない。キツネ33号さん、焼き鳥いいね。焼き鳥にしよう。キツネ11号さん、俺も作日和堂で45だよ。キツネ10号さん、ペコ。キツネ1号さん、もっこり見せて。キツネ29号さん、他枠でアイテム投げてるのいいの。キツネ3号さん、和道が一番可愛い。キツネ34号さん、センパチより頭良さそう。キツネ35号さん、子供の部屋。キツネ6号さん、鳥さんよりワドさんの肩が可愛い。キツネ11号さん、焼き鳥っていうやつは NG にしようぜ。キツネ36号さん、みやびがお前クソ文句言われてる。キツネ33号さん、ワド老けたな。キツネ10号さん、ペコとシャカ仲いいね。キツネ26号さん、熱いの。キツネ6号さん、最近調子どうですか。キツネ2号さん、首太くてエロい。キツネ11号さん、その辺に糞しないの。キツネ37号さん、狂った原始人。キツネ38号さん、裸やバックスラッシュいやん。キツネ11号さん、慣れてるな。キツネ39号さん、みやびが言ってた。和道はバートとかバーガーみたいな小学アイテムはバカにしてたって本当。キツネ29号さん、売名にさせてるだけかな。キツネ11号さん、両手に花だな。
キツネ36号さん、昨日あれだけ花火式手を立てても全然飛ばない配信はどうはセンスないわ。キツネ10号さん、ペコが来たばかりの時はどうなることかと思ったけどね。キツネ29号さん、今日は声出さない枠ね。あ、ダメダメダメ。キツネ40号さん、監督やめて、今度は裸芸人目指すんだ、わら。キツネ6号さん、ミュートみたい。キツネ38号さん、イリュージョン。常41号さん、やっとつがいになったの。シャワー浴びてくるわ。キツネ36号さん、ふわっち終わりと分かっていても、キツネでしか閲覧増えないわ。どうほふわっちにすがるしかない。キツネ42号さん、汚ね部屋だな。キツネ2号さんはドサンラブ。キツネ16号さん、お前はセンスないやろ。キツネ43号さん、昨日結局いくら稼げたの。キツネ40号さん、 USB ワードやってわらわら。キツネ29号さん、ふわっちオワコン。ちょっとシャワー浴びてくるから。キツネ44号さん、おはようワドさん。キツネ45号さん、カッカサカ。キツネ46号さん、ワドカン、おはようございます。キツネ40号さん、ブスのナルシストって最高だな。キツネ44号さん、うちの映画館使う。キツネ47号さん、平沼和子です。皆さん昨日はありがとうございました。おかげさまでようやく米が買えます。キツネ2号さん、映画楽しみです。キツネ46号さん、いえいえ平沼さん応援してます。
キツネ47号さん平沼和子です。皆様のおかげで寒さと飢えをしのぐことができます。感謝です。狐48号さんはドクソハゲ。狐49号さんキャスやってないね。狐1号さん和道はハゲてる。キツネ48号さんハゲはランハゲと同じやな。キツネ50号さんキツネ枠ならぬタヌキタミ枠。キツネ21号さんシャワーしてから配信始めたら良いのに。狐1号さんそれな。狐51号さんなぜ配信しよう人は変な変わり者が多いのがれ。狐21号さんワンルーム。狐48号さん文鳥がかわいそう。いつも受動喫煙。狐1号さんワンルームだよ。狐2号さんワドさん好き好き。狐1号さん和道はハゲてる。狐52号さん久しぶりに見たけどまだ彼女いるの？狐48号さん映画撮影してない映画監督。狐48号さん捨て頃でボコボコにされろ楽しみ。狐53号さん金馬へ。ツバクソの父は腐ったしいたけ。あそこはザリガニの腐った匂い。キツネ51号さんはどの女は血爆霊みたいで気持ち悪い。キツネ48号さん風呂場で鼻歌かよかす。キツネ21号さんでもサミヤビも相当嫌い。キツネ43号さん文鳥は本来喫煙者がよそでタバコ吸ってても指先の残ったタールやニコチンに影響されるから触ってはいけないほど繊細なんだけどね。
狐49号さん捨て頃、対戦相手は50の G だろ、負けられないね。狐21号さん、体格差あるよね。33号さん、みやびってさ、どんどん弱い相手になってるよね。 M 字分だったら恥ずかしくて出たくないわら。狐43号さん、昨日たくさん花火と腕よかったね。狐54号さん、おはようございます。ご時期狐21号さんがと、監督とか勝っても負けてもお互い新規リスナーつかないだろうな。狐55号さん、今日のビギナーリス1位のサムネ画像がドッキしたチン丸だけど、ファンならないの。狐56号さん、鳥かご掃除。狐3号さん、おちんどる。57号さん、過疎だな。狐58号さん、おはよう。狐47号さん、平沼和子です。皆様のおかげでまた高級イタリアンでお食事できます。皆様、そしてサイゼリヤ様、本当にありがとう。狐34号さんに、小生にはもう戻れない。狐49号さん、そうそう、ミージョに養ってもらってます。狐11号さん、平沼和子って誰。59号さん、タイトルなしってなめてるの。狐1号さん、ペロペロ。狐60号さん、平沼のババアここにいたのか。お前金返せよ、どこまでも追いかけてって逃がさんからな。狐10号さん、本当だ、パピタゴンってやつのサムネやばい。狐61号さん、別居が自爆、もうすぐデリ配信します。興味があればご視聴ください。狐60号さん、俺から260万借りて逃げやがってる、平沼のババア。
狐62号3 260デリアル。キツネ47号3平沼和子です。整形とレッツノートとデスクトップパソコンのモニターその他に使ってしまいました。皆様応援よろしくお願いします。キツネ12号3平沼のりこイコール平沼和子じゃね。常62号さん、今日もロードワークするの？ロードワーク行きたくないけどね。ロードワークサボりたいよね。キツネ10号さん、サボちゃいけない。毎日淡々と走れって、ね、キツネ63号さんご飯食べた？走る前はご飯食べない俺。走った後にご飯食べてる。キツネ62号さん、ね、今日サボると明日もサボりたくなりそう。キツネ64号さんのんちゃんは？64号さんジム通えばよいのに。キツネ65号さん胸部細工。キツネ62号さん部屋の中で筋トレ派？筋トレはしてないね。筋トレはやってない。キツネ34号さんマラソン選手みたいな体型目指してるの？筋肉質が良いなら筋トレの方が良い。キツネ63号さんのんちゃんに捨てられたわらわら。キツネ50号さんまだまだ走るタイム気にしなくていいです。自然と30分切れるようになりますから、うん、毎日やれば大丈夫ですよ。だいたいどれくらいでいけるようになるんだろう。だいたいねマラソンの大会のタイムがだいたい平均25分なんだって。5キロは25分で普通ぐらいだ。キツネ11号さんことかダウンタイム中。
キツネ62号さん2キロでもきついセミコロン。2キロはむしろすぐだね。めちゃめちゃ楽。キツネ43号さん昨日花火師からいくらもらえたの？キツネ66号さんいつもにも増してブサイク。キツネ11号さんヒゲをもっと伸ばしてくれ。いやーこれ以上伸ばすやろ。キツネ63号さん走るならタバコやめたら。キツネ11号さん赤い紙に戻してほしい。キツネ67号さん今回捨て頃出るの？キツネ63号さんゴミ屋敷？わらわら。キツネ62号さん赤に合ってたよね。黒変。キツネ11号さん赤いいよな。キツネ49号さん昨日花火たくさんもらったね。キツネ62号さん赤国ハワドさんらしい。キツネ43号さんちょっとカメムシっぽく感じるのは私だけだろうか。キツネ24号さん和道はキャラ安くていいから捨て頃は使いやすいんだよ。キツネ11号さん黒もいいが赤のが似合うぞ。キツネ68号さん雅にコテンパンにされるね。キツネ69号さん和戸さんの下で働きたい。キツネ67号さんラグがありすぎ。ラグないでしょ、ほとんどラグないと思うよ。キツネ70号さん坊主にして。キツネ11号さん背中の毛あるか？ある。キツネ62号さんラグない。キツネ71号さん和道みやびはみんな見たい試合だね。キツネ72号さん1分くらいラグあるぞ。キツネ49号さん捨て頃知らない人ばかりつまらない。今回知らない人多いね。キツネ73号さんいつも面白い配信をしてくれてありがとうございます。キツネ74号さん起床。キツネ67号さん照明で雇ってください。照明できるの？照明できるの？キツネ24号さん便所曰く和道が捨て頃で勝とうが負けようが金が儲かるのは俺なんだよ。キツネ67号さん再起動してみます。キツネ74号さん捨て頃捨て頃で56試合が見たい。キツネ71号さん女子なしか？今回女子の試合なくない？今回ないでしょ。キツネ75号さん40分でアイテムゼロかよ。
キツネ72号さん黒沢監督のとこで演出の補助としてやってたんですが、映画手伝いさせてもらうことできますか？ぜひぜひ。キツネ62号さん猫の公民館笑顔とハート、ニュア。キツネ74号さん去年より無名過疎主だらけ、来年にはなくなるな。いや、今回最後。捨て頃自体最後だった。今回ラストだね。見納め。配信者格闘技は俺やんないって。キツネ74号さんラストなのに無名過疎主だらけ、便器の企画らしいな。今回ね、アウトサイダーの人とかも出るからね。キツネ76号さんジム行かなくていいのか。キツネ54号さんパッションやらのモノマネお願いします。キツネ71号さん便所さんは家があるから強いな。あー、家賃払わなくていいのでかいよね。俺もそう思うな、でかいよね。キツネ24号さん便所は儲かった金でまた海外に遊びに行くんだよな。いいね。キツネ67号さん治った、あそこでかい。海外旅行とか全然行ってないな。キツネ50号さん54号は格の神。キツネ75号さん関慎吾でも年収1400万ある。キツネ3号さん陣の神。キツネ60号さん和道はいつも家買って家賃から解放されるの。家賃から解放されたいね。キツネ43号さん和道はあまりでかくないぞ、 FC2 に動画あるから見てみながら。家賃バカバカしいよね。キツネ77号さん玉がでかいからもっこりしてる。生活費は個人で、 あとは全部使える。そこでかいよね、やっぱ家があるって。マンションいいところに持ってるからね。やっぱ親が金持ちだと子供の人生変わるよな。いいよね。あー面白いよね、光くんと軍曹ね。すげえいい勝負になるだろうね。200万で回収、へえすごいね補助金。いや、結婚はする気はないかな、俺は。狭い部屋でもいいんだけど、ちょっと物が多くなってきたから引っ越したいなって思ってるけど。あ、でも島根に住みたいとは思わないな。よっさんの方がキャリア長い、全然。いや、カズーンさんがセコンド、向こう側の敵サイドのセコンドだから絡めないね。ヒカルくんほら、あれじゃん。カズーンさんのところで教わってるじゃん。4000万なんだ。まあいいとこだもんな。お坊ちゃんだもんね、もともと。都会はあんまり似合わないと思うけど、東京の生活しっくりこないな、あんまり。
財産もあるんだ。いや俺が配信始めた時もよっさん普通に深夜の帝王だったよ。間取りは7畳 1K で6万。おはようございます。金持ちの税金対策なんじゃないの。住民票移さないで小金持ちが家買ってるセカンドハウス買うみたいな、そういうノリじゃないの。魚眼レンズだからね。風景の写真っていうかトンネルとか薄暗いところ好きっすね。廃墟みたいなところ撮るのが好きかな。よっさんの配信何年目？俺2013年の7月の11日だよ、配信始めた日。2013年の7月の11日。あ、いいね。家賃収入か。勝ち組だね。いいね。同じ部屋だよ。マジで2階の角なら作業部屋提供できる。でも悪いよ、家賃取れるじゃん。俺金ないもん。でも使わせてもらったら嬉しいけどね。ねえ、片付けないとね。あーね、伊豆のね、あれいいよね。600万ぐらいの家ね。貯金400万もないよ。いいなあ。みんな結構金持ってんだな、資産持ってんだな、すげえな。パンツ履いてる。ああ、そうなんだ、駐車場にするんだ。みんなツイキャス行っちゃったね。2000万か、すげえな。始めた時期は良かったかもね、株。マジで？え、マジっすか？いや、それ DM 欲しいかも。DM か LINE 欲しいかも。貯金、今までの最高額ね、中学3年生の時バイトやってたんだけど、中3ぐらいの時で、高1の夏ぐらいまでやってた、あ、もっとやってたか、まあ高校生までやってたんだけど、その時の貯金額が30万だったんだけど、それでバイク買ったの。マグナっていう原付新品で買ったんだけど、それがその時の額が俺の人生の最高貯金額だ、ね、高校生のその30万貯めたの以降は俺金貯めるっていう習慣持ってない。
あ、了解です。 DM か LINE でじゃあなんか適当に書いてください。5、6人に1億ずつ、あれば使う派だね。増える資産持っとくとでかいよね。そうそうそう、あのハーレーみたいなアメリカンバイクの原付きね、マグナ50ってやつ。俺死なないよ、死ぬ勇気ないから他当たって。北海道一回旅配信やりたいかな。マグナー CC バーつけてハンドルかち上げてやってたけど、あとロングフォークにして寝かせたかったね。トリプルツリーつけてフォーク寝かせてロン水吐かせたかったね。まあ、中古の中型買えなくはないね。そんないいバイクは買えないだろうけど。最近生活苦しい。まあ苦しいね。海外配信やってみたいね。グランプレ配信ありがとう。原付き、いやもうなんか東京は5分歩いたら駅に当たるから。だってあれでいつもの5キロのロードワークってあれ4駅またいでるんだよ。だから全然なんだろう、車すらいらない、バイクすらいらないって感じかな。原付もなんかお得感なくて、駐車場の料金とか考えるとどうなんだろうね。原付田舎の方だと便利だったけどな。西新宿5丁目が最寄りなんだけど、中野坂上、東中野、落合、なんとか、中井かな？ 4 駅またいでるね。中井の方まで走ってるから。近い。そうそう、5キロ走ってんの。まあ、5分、10分歩いたらどっかしらの駅にぶつかるから、東京は。だから原付とかほぼいらないよね。歩いて5分でどこでも行けちゃうっていう、5分10分で。だから俺からするとどこに住んでも都心だったら駅近物件じゃんって思う。新宿区だけで何個駅あんだよな。すごいよね、区の中に10個以上あるもんね。いや辛いよ、タイム落ちてきて焦っているよ今。昨日なんか37分だったっけ、最悪なタイム出したかな。37分だよね昨日。原付置き場がないね。わかんないね、すげえ長く感じた昨日は。ちょっと不安になったもんね。最高のタイムが30分30秒まで上がって、あ30分切れると思ったんだけどね。パンチ力はあんまり関係ないと思うね、ボクシングには。あのもちろん大事な要素なんだけど、パンチ力は俺3番目4番目ぐらいにだと思うよ、優先順位で言ったら。多分スタミナが一番必要で、その次瞬発力が必要、スピードと瞬発力と、で次に防御力、あのステップワークとか
ダッキングブロッキングとかの防御技術で4番目にパンチ力だと思う。そうそう、一番大事なのはスタミナだと思う。筋肉の状態そういう日はあるんだ。32分だったっけ昨日。いやもっと遅かったような気がするんだけどな。すげえしんどかった昨日。自転車置き場もあるけどすぐいっぱいになっちゃうからね新宿は。ちょっと今日不安だな。今日タイムどうなるのか。あ、でも走るしかないかんね。走らないと強くなれないかんね。いや、多分この人ボクシングやったことない人だと思うよ。89号さん。軽めっていうか、まあ5キロ走る感じだから、まあスピードを軽めにってことか。ゆっくり走ればってことか。テルコーチとセコンドだからね。コーチ兼セコンド。あー、フワッチどんどんかそるだろうね。俺もそう思うわ。ボクシングの、ああまあ亀田さんのジムいたならやってるか、がっちりやってるか。ビギナーリスワン2位のサムネ、勃起したチンコだけどファンになってないのはなぜ。わかんない、運営に通報がいってないんじゃないの。まあまあ面白くないんじゃないの大手さんは。そうそう、捨て頃ワンの時の対戦相手頼んだんじゃなくて、向こうがやってくれるって向こうから言ってくれたから、ああじゃあ頼むわっつって俺からお願いしたわけじゃないよ。ワッチはピークは過ぎたんじゃないのかな。あ、首回り鍛えるのすげえ重要だね。まあ俺もそう思うかな。だからまあツイキャス始めたりいろいろ対策はしてるけど、まあまあわかんないよ。誰がうまくいって誰がへたれるかなんて、この世界いろんな人がいなくなったの見てきたし、自分がいつそうなるのかもわかんないし、やれることやるだけだよ。一応キャスはやってるね。ああ、まあみんな焦ってるんでしょ。いうか、みやびくんでもともとキャス主じゃなかったっけ。元の元はキャス主で、だったと思うよ。あのね、痛いとかは慣れてくるかな。怖いのは残ってるけど、痛いは慣れる。不思議と。倒れる時ってね、痛いとかいう倒れ方じゃないの。衝撃であれっていう感じなの。あれ何やってんだみたいな。飛ぶっていうのかな。パーンって脳が揺れて、こう脳がバグって飛ぶって感じ。気持ちいいね、2連敗だね。勝ったことない。
まあ前回の開始1分でやられたのはそれだからね。カウンターでスコンって入れられたっていう、吹っ飛んだからね。俺が勝ったらね、どれが弱いってことを証明できる。あれ？あのクソ弱い和道が勝った相手ってドレさん勝ってどうやってたのってなるから。だからドレさん的にはもう和道頼む負けてくれ、頼む頼む派手に負けてくれってこうドレさんは祈ってるはずなんだよ。俺のキャラが、俺のキャラクターが潰れる、クソ弱い和道派手に負けてくれ。だって俺がさ勝っちゃったらさ、ドレさんあれってそんなに強くないやつに勝ってどうやってたのってなるじゃん。あーそうだね、インファイターインファイターだからバチバチの殴り合いじゃないかな今回は。ステップワーク使ってこないんじゃないの相手は。分かんないけどね、当日まで。今回ね、向こうはカズンさんに教わってるからだいぶ上手くなってくるだろうね。柔道めちゃめちゃ強いっていう感じかな。なんか地元とかで喧嘩強かったやつみんな柔道やってたし、なんか喧嘩強い人って柔道帯持ってるイメージがある。あれコンクリートにぶつけられたらたまったもんじゃないかんね。最強の一角っていうか、ストリートファイトだったらめちゃめちゃ強いっていう印象かな。柔道強い人は喧嘩強いっていうイメージ、俺勝手なイメージだよ。柔道あと打撃がないと思ってる人いるけど、結構打撃バチバチ当たらない。打撃の動きじゃないんだけど、襟取る動きが結構当たったりするからね。襟取る時に当てる人とかもいるらしいし、だから襟取れるってことはパンチ当てられるってことでしょ。分かんないけど、俺格闘技の素人だから柔道やったことないし。日拳か。感じは違うのかな。当て感は良くなるんじゃないの。分かんないけど。
じゃあ走り行くか、飯食う前に。もうちょい喋らせて。まだなんか気合入ってないわ。がっつり食べてるよ。いや、あれ軸足ぶれてるから、あのパンチ当たっても効かないと思うよ。片足で打ってるから腰入ってない。ロシアンフックじゃない、あれ。めちゃめちゃ顔小さいって言われるけどな。そうだね、キャスだね。マラソンつうかロードワーク。わかんない。俺がワニに食われる夢。ちょっと面白いな。昨日は昨日、今日は今日だから。難しいね。いや、いつものコースに戻す。タイムが気になるから、あのいつものところ走って、あのタイムがどれくらいになるのかもう一回やってみる。いや、俺花火師さんに連絡取ったりしないもん。よいしょ。男の人が多いね、リスナーさん。おっさんが多いね、40代の。女の人は主婦だね。走ってる時にリアトつこられてもね。対応できないよ。走り終わってる時、中野坂上とかだったら全然いいけど、中野坂上がゴールだから、駅が。だったら対応できるけど、走ってる時にね来られても一緒に走るぐらいしかできないよ。インで懐に入ろうとした場合の、俺がインに入るってことかな。避けてからの
あいい、いいパンチの練習してるな。バックステップで避けたからカウンターかな、多分。いい練習してんな。すごいね。対策バッチリだね、向こうは。まあ前に出るしかないかな、俺は。カズさんに教えてもらえるのいいね。カズーンさんでもみやびさん選んじゃったじゃん。契約上頼めないもん。減ったね。みんなツイキャス行ったね。3人って誰？いやいや、あの時僕を選んでくださいって言ってほしかったじゃなくて、俺はコメントでカズさんからみやびのセコンドをやることになったからっていう報告を受けたんだよ。わかる？筋は通したわけでしょ、カズさんは。いや、なったって言ってたよ。違う、あの、もともとリスナーさんからね、ドレさんの枠でカズさんがミヤビのセコンドやるっていう風に言ってる、カズーンさんがミヤビのセコンドやることになったわっていうコメントがあったよっつって、俺にずっとハトが飛んでたの、 DM とかで。大丈夫なのって。あ、そうなんだっつって。でカズさんはミヤビくんからセコンド頼まれてるんだけどって言った時に、あ、聞いてますよって、セコンドやることになったってドレさんのところでコメント書いてるっていうの聞いてますよっつって。だからみんなが知ってんのこの枠で書いたことでしょ。その前の段階からもう始まってんの。どうしたらいいなんて聞かれてないよ。これツイキャスもうやってるよ。これからツイキャスやる。トレーニングはツイキャスでやってるから。
いいじゃん、カズさんが自分で決めたことなんだから。カズさんが自分で決めたことでしょ。子供じゃないんだから、誰を応援するかは自由でしょ。いやいやいや、だから俺はリスナーさんからずっと報告を受けてたんだっつーの。その前から連絡リスナーさんから来てんの。カズさんはもう決まってって俺に報告をしてるのよ。もう宮さんのセコンドやるっていうのを他の枠で宣言してんの。いいじゃん別に、好きな人を教えれば。決まりなんてないんだから。頑張るよ。まあそれはわかるよ。いやだから全然いいじゃんって言ってんの。それをなんかその迷ってたとか、そのなんかなんつうの、なんかそういう勝手に綺麗事に脳内変換しないでほしいの。事実をちゃんと、事実と解釈は分けて考えてって言って。しつけえな15、気持ち悪いんだよ。しつこいお前、どっか行け、うん、本人に文句言えよ。じゃあ俺別にどっちでもいいっつってんだから。めめしいな。決定してなかったじゃねえよ。ドレさんの枠で俺みやびのセコンドやるからっていう報告何件も受けてんだよ。バカかよこいつ。別にめめしくねえだろ俺は。決めたのは本人だろ。そう、別にみやびの応援するっつってんだからいいじゃねえかよ。それでステゴロンステスタン、あのセコンド立つって言ってんだから、それで一緒に練習したらどうって言ってるリスナーの頭がおかしいとしか俺は思えないよ。バカだろ本当に。めんどくせえの嫌いなんだわ。俺はカズンさんにお願いしたいとは言ってたよ43号。だけどカズンさんが、ただね俺は本人からしか確認しなくないって、俺が見てるわけじゃないからっつってハトをスルーしたの。だから本人に確認したの43号。カズさんが来た時の枠っていうのは43号が見た枠なんだよ。ただその前からドレさんのところでカズさんがみやびのセコンドやるよって言われてたけどね。だから俺は話半分に聞いてたの。俺はその枠見てないから。で俺は本人にその場で確認したの。あ、みやびさんのセコンドやるんじゃないですかって。あ、やるって言われたから。あ、聞いてますよって言って。事実上のそれで本人が否定してないんだから、決まりなんだって。そう。カズンさん、ワドの枠で、ワドのセコンド嫌だってどれの枠で言ってたって、ほら来てんじゃん。でしょ？
だから本人が決めてるんだからいいんだよ、それはそれで。本人がもう、本人がそう言ってるんだから、そこに解釈の余地なんかないでしょ。それを第三者にとやかく言われたくないんだけど。タイムシフト見てこいよ、43号タイムシフト見てこいって、迷惑本当に。俺悪い選択したみたいに言ってねえから、うん、本人が決めたことでしょって。それをぐちぐち周りが言うのはおかしくないってずっと言ってんの。あ、テルセコンド決定だね。セコンドとコーチやるって、両方ともやるって。セコンドとコーチングやるって。テルセコンドだね。だから43号もう一回言うね。リスナーからハトが飛んできてて、配信外で DM とかが飛んできてたの。もう何回言っても分かんねえのか。いや俺いいと思うよ本当に。セコンドがねえ変わるとかドラマがあっていいじゃんね、見てる方からすると。そう思わない？もともとセコンドやってくれてコーチまでやってくれた人が敵サイドに回るってドラマあっていいじゃんね。タイムシフト残ってるから見ればいいじゃん。どっちが43号と俺がどっちが本当のこと言ってるか分かんだから。セコンドは2人までだね。うん、事前に知ってたわけじゃない、リスナーさんからの情報だから。俺は確証があったわけじゃないけど、ああそうなんだって、だからそういうこと言ってましたって、カズーンさんが来た時に確認したらそうだって言ったから、じゃあ決まってるじゃんってこと。みやびくんからセコンド頼まれてるんだけどってコメントもらったんだけど、いや他の枠でみやびくんのセコンド決まったって聞いてますよって言ったの。いやだから僕は頼もうと思ってましたよっていうのも伝えたよ。だけどまあ敵側につくんだったらそれでいいんじゃないですかって、別にルールはないんで、カズさんが好きな方を教えればいいんじゃないですかって言ったよ。勝手に解釈するのやめてほしいんだよね。別にどう見ようが勝手だけど、はーい。
俺とやんのかとか言ってたね。いや、めんどくさいんだ俺、正直言うと。めんどくせえの嫌いだから。なんかぐじゅうじゅうじゅうじシンプルにやりたいだけだから俺は。言ってたよ。ギャラが来た。ギャラが、ギャラです。ギャラ、今回イラスト誰が描いたんだろう。ミックスさんだ。ミックスさん作だね。ミックスさんありがとうございます。ミックスさん作だね。新作が来ました。セゴロ、カズンさんの本音はカズンさんしか分かんないから、カズンさんに聞いてよ。ギャランティーが来ました。ギャランティーが、ちょっと髪の毛前髪増量してくれてるね。前髪増量してくれたね。はい、わざつ。これはもう値段決まってる。500円で売ってくれって言われてる。だから5000円で売ろうと思います。あ、毎年応援してくれてありがとう。便所さんからは500円で販売していいよって言われてるんで、1枚5000円で売ろうと思います。あ、延長代ありがとう。サンキュー。税込み5000円で。去年の残りは200枚中50枚売れたら150枚ぐらい残ってる。在庫が半端じゃなく残ってるよ。もうギャラで払ってほしいんだけど、こんなのがいっぱいあるんだけど。とんでもない量、これが3箱ぐらいあるんだけど。もういいよ、ギャラ、こんなのの制作費いらないから。これ1万ぐらいかけてんでしょ。だったら1万くれよ。ふざけんなよマジで。そう思わない？誰も買わないんだから、こんなの。だったらこれに1万かけるんだったら、これのギャラくれよって思わない？そういうとこなんだって。終わってるよね。そうだよね。5000円でも1万円でもギャラアップしてくれりゃいいのに。誰も得しないかんね。誰も得しないシステムだから。
った人だけ1万完売する人っていうか、他の選手はみんな完売してたよ。達彦と俺ぐらいじゃないのステッカー余りまくってるとか売れないの。ドレさんのライター3個しか売れなかったでしょ。ドレさん1000個ライター作って3個しか売れなくて苦笑いしててだから物販で負け、物販も負けてるのは俺と達彦とドレさんで、知らないの？ドレシンライター、ドレシンライターだって最近粗品としてタダで配られてるからねあれドレシンライターのりこ持ってたのによ。いて、のりこ持ってたよ、タダでもらってた、粗品ですって。いいよ別に誰も買わないでしょ。寒くないね。いやだから前回売れてないよ。前回売れてない。今回も売れないよ別に。走る、そろそろ。全然気合入んねえな。走んないとダメだよねやっぱね。今日何日目？11日目？そうだよね、やらないとね。一回休むとね癖つきそうだよね。脂肪だいぶ落ちてきたよ。なんか乗っかってた腹がねすっきりしてきた。昨日ツイッターに写真あげたけど腹が引っ込んでてびっくりしたんだよね。ジーパンの上にでっぷり乗ってたのがなくなった。
めんどくさいね。めんどくさいっていうか運動するのが嫌いだからね俺。そうなんだ。食ってる食ってる、飯食ってるよ。ご飯食べてるのに痩せてるんだよね。いやそれは全員そうでしょ。おばさんがこういうおばさんたちってじゃなくて、別に俺が配信やめたら他の誰か囲うんだよ。他の誰かのアンチやるんだよ。配信会ってずっとそうだから、そんな普通のことでしょ。それは別にリスナーさんが悪いわけじゃなくて、人間ってそういうもんだから。好きなアーティストが引退したらね、他のアーティストを聞いたりするでしょ。なんで一人だけのアーティストを応援しないといけないんだよな43号が頭おかしいだけでしょ。それは裏切りでも何でもなくて、やめた方が悪いんだよ。アイテム全然飛ばないよ。さて、じゃあ走る準備するか。やばいよ。まあ大体わかるでしょ。2時間喋って花火ゼロなんだから、そんな聞かなくてもわかるでしょ。いや、ボクサーパンツだよ。トランクスじゃないよ。トランクスって人生で買ったことないね。ヒラヒラしてんの嫌なんだよね。同級生みんなあれだったね、トランクス履いてたけど、俺ブリーフだったから。ヒカルくんすげえ大人だよ。え、飲み配信ってヒカルくん酒やめてるんじゃなかったの？あれ？酒と捨て頃まで酒とタバコ立つって聞いたけど、酒飲んでんの？
あ、ノンアルか、偉いね。13号さん、みことしのワドを真似が面白いけど、ワドもみことしの真似して。キツネ58号さん、ヒカルくんは離婚の危機。ヒカルくん離婚すんだ、大変だな。ヒートテックとか。カル君離婚すんだ。キツネ1号さん、ブリーフ似合いそう。キツネ7号さん、そうなんだ。キツネ154号さん、いいねを3個プレゼントしました。キツネ98号さん、ヒカル君×さんになるんだって、すごいな。すごいね。あ、もう席は入れてるんだ。席入れてるんだ。キツネ152号さん、ヒカル今のことは席入れてない。あ、離婚でもなんでもないじゃん。キツネ140号さん、子供生まれてもう離婚とか。そう、早すぎるよ。キツネ155号さん、こいつには新規だけを騙される。キツネ126号さん、東京今日天気いいの。今日天気いいね。キツネ156号さん、大花火をプレゼントしませんでした。キツネ98号さん、もう終わりだって言ってたな。キツネ154号さん、ワドツ1発パンチで決めてください。キツネ152号さん、彼女が配信に理解ないのはもう無理でしょうね。キツネ28号さん、結婚もして、ね、彼女が配信のこと。いや、結婚しないでしょ、普通の人は。キツネ158号さん、なんで固まった。固まった、見えてる。キツネ98号さんと、またキツネ3号さん、大豆のおっさんをじっくりことこと煮込みました。キツネ158号さんが動いた。動いた。キツネ1号さん、固まって。キツネ156号さん、頑張って。キツネ126号さん、ワドは北東アジア人にしては体に厚みがあるよね。北東アジア人っていうのが分かんないな。キツネ159号さん、ワドツ。はい、ワドツ、もう終わりだけどね、ツイキャス行く。キツネ159号さん、昼休みで S。 昼休みだ。キツネ93号さん、焼き鳥食いてえ。キツネ160号さん、ヒカルは奥さんと話し合いしながら仕事しながら配信する道を選んだよ。キツネ28号さん、新モンゴロイドのことだよ。キツネ159号さん、へ、終わりか。キツネ126号さん、東アジアか日本、中国、朝鮮人って横から見ると薄い体じゃん。キツネ161号さん、今日の雰囲気いいやん、優しいイケメンに見える。キツネ3号さん、抱かせていただいていいですか。キ
狐155号さん島津は相変わらずだな。狐47号さん平沼和子です。ツイキャスは前の赤おすすめ規制のこと通報しないでください。狐111号さんプリンセスガーデンに狙撃しに行きます。キツネ54号さん別居もしかして番か？わら。キツネ162号さん和戸さんおはようございます。おはよう。キツネ163号さん和道練習しないの？今から。キツネ164号さん消えろゴミ。今からツイキャスでやる。キツネ155号さん君嫌いだけどみやびはボコボコにしてください。キツネ165号さんあんまりみやびを舐めてかかるとお前丸されるぞわら。キツネ163号さんマジで期待してるよ和道。さて行くか。キツネ130号さん最近もう諦めて無言ブロックはやめたんやな。キツネ103号さん誤算。キツネ155号さん捨て頃さん初勝利は期待。じゃあツイキャス行きます。お疲れ様でした。おつおつ。キツネ126号さん3回とも出るとか勝っても負けても美味しいな。